ねえ、いえ。わかった。なんだ？ああ死ねぞ。
よう、マブチ。待ちかねたぜ、カスガ。お前らは直接この手でやらなきゃ収まらねえと思ってた。その割には俺らの首に賞金かけたって聞いたぜ。部下に丸投げしてたんじゃねえの。うん。蝶はどこだ。この建物にいる。今んとこはな。は？今んとこ？もうあの世に生きかけてる。なんだと。よう、わしらも手貸そか、マブちゃん。いえ、結構です、石尾田さん。我々も安く見られるわけにはね。あなた方とはあくまで五分で杯交わさせてもらいたいと思ってますんで。ラオマーの周りにいるのは手だれです。ナウテの殺し屋たちで、ハンピン・リューマンの切り札と言っていいでしょう。へえ。さらに奥に控えてるのは近江連合の方たちです。となるとですね。わかったわかった、いいよもう。半端ねえ状況ってことだろ。でも何聞かされたって関係ねえ。俺らが逃げりゃ蝶は死ぬ、それだけ分かってりゃ十分だ。そう邪険にしないでください。カスが一番やな、オドレが。初対面で慣れ慣れしいな。あんたは荒川真澄っちゅう新参に椅子ぶんどられて恥さらしとるもんや。何？おう天道な、見た顔やろ、あのもじゃ頭。大工がちゃかぶっ放した男や。それが今じゃピンピンしとる。はあ、わしら大工の隠し事を見てもうたんかもしれんの。春日、やつが天道だ。頭補佐の最後の一人、元ボクサーってやつか。確かにいい堅いしてんな。お二方はそちらでくつろいでてください。これから一つ余興を楽しんでいただきます。何か訳ありみたいだな。口が聞ける程度には生かしとく。あとはたっぷり時間をかけて可愛がってやろうな。最後にお前らが言うセリフは何になると思う？随分気持たせるんだな。早く殺してくださいだ。刻んでやるよ。あら！余興は終わりだ。次はてめえらだ。ふらついとる下級ランカーとチャンピオンが同じリングに上がれるかいな。近江の名折れになる。おもろいのが出てきよった。わしら喧嘩相手がおらんようになって久しいさかいの。俺らを見逃したこと後で後悔するぜ。ほう、そいつは楽しみや。天道は飯食うとき一番うまいもんを最後まで取っとくタイプや。アホやであいつは。そないな真似したら他のもんに食われるがな。カ
肩慣らしはもういいよな。みんな。バカ野郎、喋らせんな。余計な体力使っちまうじゃねえか。コミシェルの人、奥の手とかあるなら今出して。おう、使える男頼むよ。私に頼らずとも、あなた方はまだ切り札をお持ちのようですよ。だから無茶しすぎなんだよ。お前はもうお前らと一緒に面倒に巻き込まれるのはごめんだと思ったけどよ、すっきりするどころかどうにも気になっちまってよ。ナンバーだからその手伝わせてくれよ。ナンバーなんちゃん、くそ、全然かっこよくねえぞこの野郎。どこ行ってたんだよ、ちくしょう。なんや、おったんか。悪え、また裏切んのか。さすが嫌なとこズバッとついてくるぜ、本職のヤクザは。でもこれは裏切りなんかじゃねえ。俺はもう迷わねえ。はあ、悪いなみんな、今日は俺の日だ。ったく、まとめてやってるわ。で、ナンバよ、俺らと離れている間にちゃんと成長してきたんだろうな。こういう風に合流するときは、だいたい成長して強くなってたりするのがお約束だろう。なんだよ、そのお約束って。まあ、俺も手ぶらじゃカッコつかねえし、新しい技くらいは考えてきたぜ。うん、マジか。さあ、お前のおかげで命拾いしたな。何回目だっけ。数えちゃいねえよなあ、ナンバー。あんたこの後予定は。え、ついでと言っちゃなんだけどよ、もうちょい手伝っちゃもらえねえか。できれば助けてくれよ。俺にはあんたの仲間の助けがいるんだ。あのよ、あ、こんな俺を仲間だってまだ呼んでくれんのか。ああ、当たり前だろ。しょうがねえ連中だな。おお、随分上からじゃねえか。マジでしょうがねえ連中だよ。相変わらず素直じゃねえな。うるせえよ。確かにしょうがねえ連中だけど、お前の仲間だぜ。頼むぜ。ありがとう。
おかえり、なんちゃん。なんだお前、泣いたのか。なあ。ええ。おい。